俺の閣議特技なんだけど、二重にできるんだよね。はい。ってなわけで、今回はこちら、モンスターハンターパズル。まあ、新しいモンスターハンターのソシャゲだね。パズル系。こちらをやっていこうかなと。ね、これね、アップルストアでレビュー見たら、2.2 万レビューついてて、なんと評価が 4.7 っていう、ありえないぐらい高いんだよね。ただ、この可愛い絵と裏腹に、めちゃめちゃ高難易度ゲーらしい。さあ、そしたらやっていこうか。あ、ネルギワンテ。おー、しかもミラボリアスまで。結構なんかもうラスボスがいる感じなんだけど、これ、パズルやないかーい。あ、始まった。あなたの夢の中にある、アイルーたちの世界。あ、マッチして木箱を壊そう。マッチ。タッチじゃなくてマッチ。ああ、なるほど。ああ、こうやって、三つ揃えたら壊せるってこと？え、これ、どうしたらいいんだろう？何を壊すんだ？下の樽を壊すってことかな？あ、そうだ。触れたタオルが、壊れる。え、なにこれ？なんか、変な、どんぐり爆弾みたいなやつ壊すと、その列が爆発するんだけど。え？あ、今の！今の効果音聞いた？効果音と BGM がこれ、めっちゃ昔だぞ。セカンドとかの効果音だ。解雇中歓喜じゃん。ああ、で、これで自分のアイルを作ると。かわいい！服脱がせたわ。お前、服脱いでるのがいいよ。この胸の模様が出てさ。で、決定。あ、この効果音だよ、モンハンと言ったら。うわ、いつぶりだ！血が流れねえゲームは。漂流したみたいな感じか。あれ？ここは一体？誰か助けてにゃー！いや、レウス！助けなきゃ！え？懐かしの、ランニングエースだ。え？うわ！なっつーこの BGM！どうしたらいいかわからない。とりあえずあれなのかな、樽を壊したらいいのかな。なるほど、パズルを燃やしてきた。で、何が起きるんだこれ。それで、あ、火消えた。なるほど、あ、運ゲーや、運ゲーや。で、どんぐり、え、どんぐり強っ。あ、攻撃した。あ、そういうこと。なるほどなるほど。なんか左に、ごめん、チュートリアルください。チュートリアル、多分左上のなんかタル2個とかあるから、タル2個破壊したら壊れるみたいな感じじゃない。で、このどんぐり、あ、そうだそうだそうだ、なるほどなるほど。あ、違う、サブミッションか、これ魔石でしょ。だって、あと樽を2個破壊したら、うわ、気持ちいい。
の BGM ってワールドだっけ？違う、ワールドじゃないな、これ。あれ？この BGM なんだ？サード？もうじゃあ忘れてきたな。さっきの多分サブクエだな。あー、そういうことか。もう気持ちいいな、このゲーム。助かったにゃ、ソルト、塩だ。危うく丸焼きになるところだったにゃ、塩だけにな。しかし、リオレウスを追っ払うなんて、君はすごいにゃ。ほら、ソルト、世界一の料理人を目指して、この村でレストランをやってたにゃ。ここはどこ？ここは夢見島だにゃ。俺たちアイリューが住んでる島だにゃ。君はどこから来たのかにゃ。見たことない顔にゃ。思い出せない。あ、記憶喪失か。記憶喪失設定。もしかして記憶、なんとかってやつにゃ？きっとそうにゃ。これは大変だにゃ。かわいい、うちのアイル。なんの音にゃ？またモンスターが来たのかにゃ？腹の音、お腹空いてるにゃ。いや、お前、料理人を志しているからには、それぐらいは一瞬で反応しないとやばいぞ。助けてもらったお礼にごちそうしたいけど、レストランはリオレウスにコッパみじんにされちゃったにゃ。レストランを立て直そう。レストランを立て直してくれるにゃ。それが本当ならもう一回頑張ってみるにゃ。ところで君の名前は何て言うにゃ。覚えているかにゃ。まあ名前は決まっているでしょう。生だろお前。生だろお前。最近なんかサンブレイクで見ねえなと思ったらここにいたのか。漂流していた、いつの間にか水没林から。生太郎だにゃ。よろしく頼むにゃ。レストランを立て直してソルト助けてあげよう。なるほど。綺麗にするどんぐり1使う。すごいね、一気に片付いたにゃ。でタイルを引くどんぐり1個。あー、なるほど。あー、まあ俺木が好きだから木にするわ。おお。んでこの虫眼鏡マークはレストランを作る。ああ、でもあれだよ。あれがないよ。どんぐりがなくて何にもできないよ。じゃあこの3手マーク押すか。これがクエストか？開始。あ、ブーメラン。ワールドの BGM だ。あ、違う、これあれじゃん。風に駆られてだ、BGM。風に駆られてのオリジナルだ、これ。ピースは斜めに動かしすぎる。それ言ってや、先に。どんぐりロケットとオータル爆弾を合体させてみよう。合体？あ、なるほど。合体すると十字に行くってことか。で、左上になんか樽12って書いてあるじゃん。だから樽12個をぶっ壊せということだよね。これちなみにブーメランは？自動ロックオン的なやつかな。で、斜めに動かす。横に動かす。これなんか何ターンでああだこうだとかないのかね。はい。4つも繋がるね。で、これもあれ、右触れらんねえじゃん、これ。こうか。これタンス無駄にしてるよね。これ右下？あ、まあ一旦これか。一旦こう破壊してリセットして、でこう。コンボが発動してるけどよくわかんない。でこうか。違う。あ、ブーメラン来た。ブーメランで。あ、やっぱ。なるほど、これがブーメランの効果だ。最後のこれが面白いんですけど。怪力の誰じゃん。これ怪力の誰だよね。まあ、この辺は運ってことか。なにこれ。ああ、そういうことか。これ運によってはもう最後無限に続いちゃうじゃん、もう。日が暮れるまでバンバンバンってずっと。どんぐり1個ゲットした。隣のピースを、ログインボーナス。なんか、大樽爆弾じゃない？何これ？ハンマーみたいなのゲットした。
あ、デイセブンでカガチ猫セットもらえる。なるほど。で、レストランを作る。うん、レストランのデザインはどうするかにゃ。ワイルドな野外キッチンみたいのもいいと思うし、エキゾチックでオリエンタルな感じもいいにゃ。ちょっとウッド系がいい。ウッド系がどっちがいいと思うにゃ。ちょっと絵が雑だなー。んー、まあモンハンといえば左じゃない。なんか右はそのライズ系だったよな。うん、俺もそっちがいいと思うにゃ。早速取り掛かるにゃ。ワクワクするにゃ。木に合うんじゃない？ああ、まだ作ってる最中ってことか。周りを飾るにも必要だから。え、これ何これ。あ、角笛を1個セットしてパズルをスタートする。だってトリプルブーメラン、パワーを貯めれば3連ブーメランを投げることができる。え、何これ。で、これがどんぐりとボタル爆弾か。まあ、これ一旦抜きでやってみようか。さすがに。まあ、さすがにまだ難易度が高いとは感じんな。なんかさっきさ、ロード画面でさ、薬草みたいのを3つ繋げるとブーメランになるみたいなニュアンスのロード画面流れてたよね。なんかそういうのちゃんとやっていきたいんだけど。まずはここを、つなげて、肉つなげる。自分で作んなきゃいけないんだろ、モータル爆弾とか。で、これ薬草をつなげて、あー違うって。あ、今ブーメランできた。でも全然見えてない。これまあブーメランでいいや。で、ランダムっぽいな。はい、で、ここ運ゲー。モータル爆弾とどんぐりを合体させたい。なるほど、これはむずい。そうか、だからここのモータル爆弾、あーオータル爆弾で押したらだけで出ちゃうんだ。ちょっと待って、これ使ってみたくない？お、見てこれ、ほら。さっきゲットした。右のオータル猫ハンマー。タップしたマスを中心に十字消す。え、強っ。これは？タップしたピースを消す？あ、でもこれ課金だわ。持ってない。あ、持ってるか？ 3 つ持ってるか？タップしたピースを入れ替える。あ、これ課金だ。まだ持ってねえや。はいはいはい。そしたら、これはまあ、ロケットを。あ、オッケーオッケーオッケー。なんだ、簡単だな。これでこの、まあ課金要素であろう、この魔石みたいのが何個ゲットできるか。毎回全部爆発してくれるんだけど、なんでなんだろう。え、どんぐり2個もらえた。そしたら周りを飾る。あー、なるほど。いや、ちょっと待って、レストランのあれみたいな、まず、まあでも、ああ、これがなんか俺らしいか。あ、こっちは急に立った。で？ん？これは、相談する？敷地は大体整ってにゃ。そしたら次は、あ、調理場？そう、調理場にゃ。レストランで一番重要な施設にゃ。もう目が決まっちゃったじゃん、こいつ。料理人が腕を振るう神聖な場所にゃ。綺麗で美しいキッチンを作ってほしいのにゃ。あ、相談しただけで終わっちゃったか。そしたらまたクエで、クエスト5。今いくつまであるんだろうね。お、これは？え？あ、2ステージってことじゃない？違う？ちょっとこれチュートリアルは？あった！画面左に目標として表示されたピースやギミックを数字の分だけ集める。あ、なるほどなるほど。またピースを操作できる手数にはクエストごとに制限があります。制限内で全ての目標を達成することでクエストクリアとなる。やっぱあるんだ。
触る回数は。あー、むずいわ。で、多分この、なんか22とか8とか書いてあるけど、まあ、どっちかがその触れられる回数ってことなんだろうな。クエストをプレイするにはハートが必要。これスタミナだな。あー、で、これがアイテムだ。ブーメラン。縦横にマッチすると出現します。縦横かけるに、あ、十字だ。十字。十字でブーメランができるんだ。クリア目標に飛んでいきます。また飛び立つ際に周りのピースを消します。どんぐりよけと、縦に4つマッチさせると横向き、横に4つマッチさせると縦向きのどんぐりのおかげで、あ、なるほど。4つ、何でもいいからくっつけたら、横に飛ぶロケットができて、縦に4つつけたら、縦に飛ぶロケットができると。はい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 。ウォーター爆弾。ピースを L 字もしくは T 字に5つ以上マッチすると出現します。使用すると、ウォーター爆弾の中心にたくさんのピースを消す。これ、ちょっとむずいぞ。L 字と T 字に5つ以上ね。はぁ、あ。角笛。縦か横に1列の5つのピースをマッチさせると出現します。使用すると入れ替えたピースと同じ色のピースをすべて消します。え?2回タップして使用した場合は、日経マークと同じ色のピースをすべて消します。2個効果があるんだ。なるほど。それも意識してやりたいけど、まあ、これはまず、関係ない。ブーメラン。シャッフル?シャッフルとかあるんだ。はい。あ、やべ。はい。無理じゃない?ごめん、俺今、よくわかんなかった。あ、What? ん?ちょっと待って。3つでもいいのか。どういうこと今、何?いや、まだ俺何が起きたかわかっていません。このゲームの本質を理解してない。で、縦にやるでしょ?で、訳そうと。あ、やっぱ2ステージだ。え?何これ?あ!わかった!ロケットでやるんじゃない?ロケットで。ということは、待って、これ L 字いけるわ。L! あ、オートロケだなんで?押すと?え?なんかでも赤いマーク消えたんだけど、2回殴らないといけませんよってこと?多分。これで?ロケットができたけど、これ当たんないよね?当たるこれ。あー、斜めに動かしちゃった。あ、待て、これ音爆弾。いや、運で勝ってる、まだ。あ、この数字、あ、なるほど、そこの数字分になるんだ。難しいわ。まだ全然、ペペ。鍋を置く。あ、なんか、矢印もくれた。けど、普通の声か。素材は同じ色のピースとマッチすると入手できる。同じ色のピースとマッチする?たくさんの素材を集めると、一生では建物と交換できる。あ、なるほどなるほど。これはマカライト鉱石かな。青だからここでマッチするんだ。あ、ゲットした。なるほどなるほど。でこれでまた鉱石ゲットすると。はいはいはい。で、十字でオータル爆弾できた。でオータル爆弾を破壊します。はい。でここ運ゲーが起きる。運ゲーが起きて、ロケット、運ゲー、運ゲー。これ簡単によっ、あ、これ、5個いける、5個いける。5個。出た、角笛。で、長押しで肉球と同じ色全部消すって言ってたね。じゃあこれ赤が全部消えるってことか。
強いけど一個も連鎖しなかったですけど、これ普通にこの辺壊すわ。で、マカライト鉱石もゲットできて、運ゲーで全てを破壊する。いや、これ爆弾？これさ、ブーメランとさ、爆弾融合しない？あ、するじゃん！これアイテム同士全部合体するってこと？今合体したんですけど、大谷爆弾。これ、どこの数字であと何等って決まってんだろう。ブーメラン制限時間内って書いてあったけど、どこですかこれ。わかんないけど、まあ考えられてきてるな。あ、新素材発見、マカライト鉱石、サブクエストが追加された。サブクエなんてある？ほんとだ、なんかキノコみたいなクエストがある。へえ、ん？これ関係ねえか。サブクエがどこだか。あ、これ？何これ？助けてあげる。図鑑。素材だって。マカライト鉱石。生成されてマカライト鉱になる。マカライト鉱？本編では聞いたことないね。あーた、サブクエこれだ。マカライト鉱石のツアー、かける10個もらえるわ。なるほど、なるほど。意外な要素あるな。で、これ。キッチンを作る。あ、マカライト鉱石使うじゃん。せっかくならやっぱマカライト鉱石使いたいな。うわー、どうすっかな、これ。まあ、ちょっとこれ、青で統一したいっちゅうのがあるよな。壁の旗と、のれんとさ、同じで。あ、2個ある。なかなか完成しねえな。テーブル置く。いや、これちょっとロイヤルすぎるな。マカライト鉱石3つ買おうか。もういいじゃん。色統一されていい感じ。え？なんか、なにこれ？スノブエ使って、青全部消えた。あ、こういう風に残る。テーブルを置く。もうこれで完成だろ。ああ、ま、これだな。やべ、あっという間にマカライト鉱石、なくなっちゃうんだけど。え、なにこれ？下に落としてぬいぐるみを取ろう。はーん、なるほど。そしたら、まず、ここで L 字を作ってあげる。で、大樽爆弾、解放、うまいな。出た。これで、5列で角笛ができるでしょ。いや、だから、角笛の使い方が非常にむずい。まあ、適当でいいと思うな。吹いてオレンジ全部破壊。あー、なんか思ったよりだったな。ブーメランは？うん、いいじゃん。これは？あー、そこが破壊されるんだ。ブーメランいっぱいできてるけど、正直こんなのやっても手がかかるだけだから、ここで、あー違う！あ、これ !5 個 !5 個で大樽爆弾。大樽爆弾を押して、あれ大樽爆弾何マスこれちょ、やばいんだけど。肉。あれ？いや、これもうじゃあ、ブーメランと合体させて、え？ブーメランとトータル爆弾合体させるとただのチートなんですけど。あー、広くなってきたからなんか全面壊れねえや。あー、これすごいわ。え、これマジめっちゃいくぞこれ。え、あ、やばい、これごめん、朝まで続いちゃうかも。相談に乗る。ところでどっかスタッフとコックはいない。え、あー、そっか、一人だけで回んねえか。今まではどうしてたの？俺以外に4匹の仲間がいたんだけど、楽しい時も辛い時もみんなで頑張ってたにゃ。でも思ったより儲からなくて、イカダに乗って島を出て行っちゃったにゃ。一
人残って頑張るの偉い。イカダが定員オーバーで乗れなかったにゃ。かわいそうじゃん。ちょっとごめん、この島には多分なんだけどいじめがあります。そんな冷たい目で見ないでほしいにゃ。とにかく最低でも2匹の仲間が必要にゃ。なんとかならにゃいいかにゃ。思いついた、ちょっと手を貸して。ん？なんにゃ。いい匂いの料理と痺れガスガイドが必要。え？料理で釣って、釣った、アイルを痺れガスガイドで動けなくするってこと？まさか。で、捕獲するっていう。え？お手伝いを探す。いい匂いがすると思ったら美味しそうな料理があるにゃ。ちょっと味見するにゃ。ちょっとだけならバレにゃにゃ。え、マジでこれ。マジじゃん。にゃー、痺れがつがえるにゃー。盗み食いはダメ。お仕置きが必要だね。ちょ、え、鬼畜やん、主人公。大丈夫かこれ。これ子供もやるゲームじゃねえのか。なんでもするから助けてにゃ。今何でもするって言ったよね。これ使ってみようか、左の。おー、なるほど。でもあんま強くないな。これプーギの人形落とせってこと？これ大樽爆弾いかに作れるかだから。でこれ問題は、大樽爆弾1個爆発させた時に右の大樽爆弾も一緒に炸裂するか見よう。あ、するね。その範囲分今言ってたな。え、角部屋はもう吹き毒。ほら、でもなんか思ったより繋がんねえんだよな。でさらに角部屋。そう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 、これぐらい繋がってくんないとおかしいから。で、大樽爆弾とブーメラン。いや、こう、このゲームの必勝が上がった。これどれだけ作れるかだわ。大樽爆弾とブーメランで、これもう一回大樽爆弾とブーメランくっつけるじゃん。で、終わりと。わかりました。このゲームのクリア法が、このゲームには必勝法がある。お手伝いを連れてくる。いや、ちょっと、すごいな。地面から出てきたよ。そういえばそうか。アイルってよく、ね、ダブルクロスとかで復活するとき、まあ、ダブルクロスだけじゃないけど、地面から、ウィーンとか言って復活してたよね。すごいにゃ。あっという間に見つけるにゃんて。というか、どうやって見つけたにゃ。え、盗み食いしてるところに罠をかけて捕まえた？それはなんというか、過激だにゃ。レストランのまかない料理に期待してるにゃ。美味しい料理のために頑張るにゃ。それはともかく、これでレストランの運営も大丈夫にゃ。ん？じっとオラを見てどうしたにゃ。ボロボロの服装が気になる。確かにそうにゃ。どうしよう。え、全然ボロボロじゃないじゃん。ワイルドでいいじゃん。汚い極の料理なんてモンスターも食べてくれないにゃ。どうしよう、オラの夢もここまでにゃ。次回、アイル水着編でお会いしましょう。さらば。